続きまして、ランラン東海の皆さんです。簡単にチーム PR をご紹介します。今年で結成26年目、平均年齢55歳、若干年齢層が高いマダム中心のファミリーチーム。名前のようにランラン楽しく踊ることをモットーに、また見ている方にも楽しんでもらえるように全国各地で踊っています、というコメントをいただいております。それではランラン東海の皆さんです。はい、皆様こんにちは。愛知県は名古屋市のちょっと南の東海市からやってみました、ランラン東海でございます。この原宿のスーパーヤス会、今年で2回目の、参加になります。先ほど司会者が、ご説明ありましたように、ちょっと平均年齢高いチームでございます。今日も、80代が4人踊ってますので、多分後ろの方がその確率が高いかな、前の方がちょっと若手がいるんですが、今から、ね、元気いっぱい踊ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、踊り子さん、笑顔で。さあ、それでは参りましょう。ランラン東海、輝く人生。主人公は、私。世の中、常に世の中を渚とる。あまたの声、船で悲しむ。世の中は、いつも一緒じゃない。渚のハイカラーマダムたち、変わらないのはランラン東海。いいよさ、ほいさっさ、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 さ、それへいやさ、えいや、へいさ、へいさ、それへいやさ、えいや、へいやさ、さ。踊るわ、確かに頑張っていこうね。今が出るでしょ。
気分でホイッサッサー。どれどうも会場の皆様ありがとうございました。はい、踊り子のべっぴんさん撤収、またねー。